皆さんこんにちは、ベニです。まだまだ日中は暑いですが、朝晩は秋の気配を感じるようになりましたね。これから一日の寒暖差が大きくなるので、皆さん体調を崩さないよう、日頃から食事、睡眠、適度な運動を心がけて、一緒にしっかり予防しましょう。私は正直運動はあまり好きではありませんが、少し遠出をしてお散歩するだけでも違うと思うので、時間があるときは気分転換を兼ねてそうするようにしています。そんな感じで、今私は金山駅から名鉄に乗って岡崎公園前駅に向かっているところです。今日は名鉄岡崎公園前駅の周辺を散策するので、どうぞお付き合いください。岡崎公園前駅に着きました。金山駅から岡崎公園前駅までの所要時間は約35分、名古屋駅からは約40分です。改札を出てまず目に入るのは岡左衛門。本名は岡崎右衛門之助で、愛知県岡崎市の非公式キャラクターです。岡左衛門、なんか癖になる顔をしていますよね。岡崎の名産といえば、愛知県にはとても馴染みのある八丁味噌。八丁味噌で有名な2つの味噌蔵、丸屋八丁味噌と角球八丁味噌の本社は、どちらも岡崎公園前駅からすぐの場所にあり、それぞれ無料で蔵を見学することができます。せっかく岡崎に来たので、今から角球八丁味噌の里で味噌について学びたいと思います。角球八丁味噌の里では、味噌蔵や資料館をガイドが案内する無料の工場見学を毎日実施しているようです。見学の時間は10時から16時の間、平日は毎時0分から、土日祝日は毎時0分と30分に実施しています。団体以外は事前予約は必要ありませんが、当日受付が必要です。受付を済ませ、見学までまだ時間があるので、ソフトクリームを食べながら待ちたいと思います。味噌ソフトクリームは1年を通して人気のスイーツ。塩キャラメルのような甘みと塩味が広がるソフトクリームの上には、たっぷり八丁味噌パウダーがかかっており、八丁と焼き印されたおせんべいも乗っています。塩キャラメルっぽいのですが、ほんのり八丁味噌の香りと味がしました。甘じょっぱさの絶妙なバランスがたまりません。結構好きな味で、ソフトクリームを食べにまたここまで来たいです。私がアイスを食べている場所が見学者の集合場所となっており、だんだん人が集まってきました。工場内の写真、
動画は撮りませんでしたが、八丁味噌の歴史や製造工程を知ることで、普段何気なく口にしていた八丁味噌の見方が変わりました。知らないで食べるのと知って食べるのとでは全然違いますね。八丁味噌が苦手な方も、もしかすると工場見学を通して八丁味噌のファンになるかもしれません。工場見学の後は八丁味噌パウダーをお土産にいただきました。工場見学は無料とは思えないほど内容が濃くて楽しかったです。それではお土産を買って次の場所に移動したいと思います。角丘八丁味噌の里から徒歩約11分の場所にある岡崎公園に来ました。岡崎公園は徳川家康公が生誕した岡崎城を中心とした歴史公園で、春には公園と周辺にかけて約800本の桜が咲き、日本桜名所100選にも選ばれています。調べたところ、夜桜風景は東海随一と言われるほど綺麗だそうです。そんな岡崎公園ですが、公園内にある岡崎城と歴史資料館の三河武士の館家康館は現在リニューアル工事のため休館しています。ですが公園内にはお食事処やお土産屋をはじめ、神社や家康公にまつわるスポットもいくつかあるので、散策するだけでも楽しむことができますよ。本日のお昼は公園内にある八千代本店でいただきたいと思います。八千代の創業はなんと明治30年、130年以上続く和食の老舗です。八丁味噌と備長炭を使用し、伝承技術で焼き上げた木の芽田楽はここでしか食べられない一品。今日は100年以上変わらない味をじっくり味わいます。刺身付きや天ぷら付きの田楽定食もありましたが、一番シンプルななめし田楽定食を頼みました。なめし田楽定食には木の芽田楽となめし、お吸い物、おしんこがついてきます。田楽といえば少し固めのものが多いですが、八千代の田楽は他店とは違う柔らかい食感が特徴。お箸で掴もうとすると簡単に崩れてしまうほど柔らかく、備長炭の上で焼くのに高い技術を要するそうです。田楽と同じぐらいファンの多いお吸い物、新庄は驚くほどふわっとしており、優しい味わいでした。新庄一つにもすごくこだわりを感じます。自然食のみ使用したお料理はシンプルに美味しく、体も喜んでいたような気がしました。ちなみに田楽には先ほど訪れた角丘の八丁味噌が使われており、なんだか嬉しかったです。お腹いっぱいになったので、少し岡崎公園内を散策したいと思います。やってきたのは
岡崎城の隣に鎮座する辰木神社。出世、安産、厄除け、開運を祈願するパワースポットとして人気です。辰木神社にはかつて岡崎城を築いた際に龍神が現れて井戸の水を噴出させ昇天したという昇龍伝説と、家康公が生誕した朝近隣の龍が現れ生誕を祝ったという伝説も残されています。調べていて面白いなと思ったのが、お正月には江戸城の習慣だったうさぎ汁が参拝客に無料で振る舞われるそうです。辰木神社の後はまだリニューアル工事の前だった三河武士の館家康館に行きました。三河武士の館家康館では、家康公の出生から天下統一までとそれを支えた三河武士たちについて解説されていました。また館内は基本的に動画や写真撮影は NG ですが、甲冑の試着体験や刀や兜の重さを体験できるコーナーは撮影することができます。岡崎公園は見どころが多く楽しかったです。現在岡崎城と今ご紹介した三河武士の館家康館は2023年1月まで休館していますが、また再開したら4月頃にお花見も兼ねて訪れたいと思います。それでは岡崎公園前駅の方に戻ります。電車に乗る前に岡崎公園前駅から徒歩1分の場所にある丸屋八丁味噌の蔵見学もしていきましょう。丸屋八丁味噌も各級八丁味噌の里と同じく蔵見学は無料です。入り口のカウンターで受付を済ませて、見学の時間まで椅子に座ってますか、お土産を見ながら待ちます。それでは行ってきます。お聞きしたところ、中は写真動画撮影 OK だったので少しだけ撮らせてもらいました。各級八丁味噌の里との違いは、各級は施設の規模が大きく工場や味噌蔵の他に資料館もありましたが、丸屋八丁味噌は資料館などはなく、通路などに設置してある資料や展示品で八丁味噌の歴史を学びます。ただ各級は見学者の人数が多かったのに対し、丸屋八丁味噌は少人数だったので気軽にガイドさんに質問でき、写真などもゆっくり撮ることができました。味噌だけでも種類がたくさんあるのですが、どんな商品かお聞きするとガイドさんが丁寧に答えてくださるので、自分好みの商品を見つけやすいです。蔵の見学も満喫したところで、そろそろ駅に向かいます。今日は八丁味噌尽くしの一日でしたね。食べるだけでなく歴史にも触れることができて、八丁味噌の理解が深まりました。恥ずかしながら今日見学するまでは八丁味噌の由来とか考えたことがなくて、八丁味噌の八丁とは岡崎城から西へ八丁離れた八丁城で作られていたことに由来しているそうです。それでは本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。